はい、こんにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのが川崎のゼファー400回です。はい、こちらのカラーリングがですね、ブラックボール、とても珍しいカラーリングになってますので、では早速ですね、いろいろカスタムポイントをご案内していきたいと思います。まずフロント周りですね、レンズ周りの大きな割れ、ウインカーはクリアウインカーに交換されております。フロントフォークですね、大きなサビ腐食もない綺麗な状態です。フロントフェンダーもですね、大きな割れもありません。ホイール周りの大きなガリ傷もない状態ですね。エンジン周りです。エンジン周りもヘッド周りの大きな漏れ、にじみ等もないですね。キャブ周りも綺麗な状態に保たれております。マフラーですね、こちらステッカー貼られてますけども、森脇の集合管ですね、こちら車検対応品になりますので安心してお乗りいただける機体です。こちらリア周りもですね、ホイール周りの大きなガリ傷ありませんね、大丈夫そうです。リア周り、グラブタンデムバーですね、タンデムバーと、フェンダーレスキット組んでますので、リア周りもスッキリした仕上がりになっております。反対側回っていただきまして、シートですね、シートこちらも大きな破れ等もない綺麗な状態に保たれております。こちらもですね、エンジン周り大きなにじみですね、漏れ等もなく、点灯傷もないですね、綺麗な状態です。タンク周りブラックボールです。こちらですね、大きなへこみ傷等もない状態になってます。ハンドルはアップハンドルですね、少し絞ってありますかね、街路に最適だと思います。ではこちらですね、タンクの中です。はい、タンクの中も大きな錆腐食もないですね、大丈夫そうです。はい、ではエンジン始動していきます。はい、引き上がりも良好です。ではマフラーオンです。はい、こちらもですね、集合管のとてもいい音がする一体になってます。なかなかですね、今森脇さんの集合管も入手困難品になってますので、装備品としては充実した一体になっております。ぜひ皆様のお問い合わせお待ちしております。